平成26年10月16日、阿蘇市薬院原にある下神社の乙女上げ神事が行われ、59日間燃やし続けられた火が消されました。下神社の火焚き神事は、阿蘇谷の農作物を霜の害から守ろうと、毎年8月19日から火焚き乙女が下神社の火焚き所で火を燃やしてご神体を温めてきました。この日はまず今年火焚き乙女を務めた阿蘇小学校2年生の佐藤彩香ちゃんと神職が59日間燃やし続けた火を消しました。そして火焚き所で火焚き乙女や火焚き年番の氏子らおよそ30人が参列して乙女上げの神事が行われた後、ご神体を神輿に乗せて下神社の本社まで運び、今年の火焚き神事が終わりました。下神社の火焚き神事は阿蘇の農耕祭事として国の重要無形民俗文化財の指定を受けていて、10月18日の夜から19日の朝にかけて五穀豊穣や無病息災を祈願する阿蘇古代神楽が奉納されます。